行けない遅刻遅刻手で移動しとる東京に行きたいか会場盛り上げん、ね、な私がハゲてた頃の話をしましょう今も十分ハゲたる注文がお決まりでしたら美味しいお店をご紹介しますお前の店で注文させろこれは俺が最後パワーに目覚める前の話だなんか物語始まってバカ野郎真昼、ま、間だぞ1万個という言葉に過剰に反応7位中学生お母さんがねうちでは買えないとかそういう事元じゃないって<で>犬とか猫とかの規模じゃないのよどん様がプランターを投げてきたのに対して奥様は私を掴んだ。猫投げようと いいからおせってカンペが出た押しちゃダメ。1ミリもあがんねえや。なんの筋肉あれですかカズレーザー呼んだの金髪はがふは全部ぶザーマスタードも置いておく。そうなんすね。おせを見つけて思わずにいっこり。おせをみつけておもわずにいっこり。おせやうと。ぐる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 ぐんすかのドレッシング取って。ひしょくかこうあら。スの角にこえをぶつけた瞬間痛みで顔終わっとる。なんすばらせ。サボリにさうかれをいちにともこのしごをさぼったことはない。おま サポリ30歳まで未経験だった俺が本当に魔法が使えるようになりましたお前らのせいで北極こんなちっちゃくなっちゃったよ色で銀だだの今あ,<ー>あったーくなお<あ>ならじゃなかったデカいだったエヴァイーツだ どこまへのぼっきんば箱が見えませんか夏がすごい。あなた、今日何の日か覚えてる。あなたの体液全部で取る。またどっかの誰かの痛いの痛いのが飛んできた。ひげが全部背負ってくれてたか。おう、とりしろべしじゃねえか。なら当然ぜんかまるはず。定食屋じゃないんだから。お父さんにファミコンしてえか聞きにいった兄ちゃんが戻ってきた。ぶり顔し。た中国にの夏休み以降からのび太とジャイアの力関係が逆転した。のび太に何があったふけまとへって。ふますいが言えない。ダム落としましたよ。 こっちよいね。いで。やはり露天風呂はいいものだな。おどけしたる痛みじゅの父ですが今日からお世話になります。そこまでついてくんなめっちゃあいてんのに,隣に来にた息子見ようとしたるコールしてケジじを見たらタイんのが表示されていない怒ろうとしたそのときハッピーバースデーの文字がどんなとこでサプライズしてんだよ。 別れの兄がずっと俺だ俺だと呼びかけてくれてた。絶対酒のやつだ。